サリンダマ達也とゆきでーす。イエーイ。なんかこの全身が見えるって恥ずかしいよね。今日はだって横だって横はないんですけど、でもあれだね、立ててすごいなんか新鮮、すごい短足なんかだって、こんなのもできるよこんなの。はい、ということでですね、もうこの茶番はさておき、今回は狂言そろりそろりゲームでございます。チョコレートプラネットさんのがやってるやつですね。なんだろう、ルール説明をすればこの辺に貼ってあるので、そちらを踏まえてやっていきたいと思います。先攻後攻を決めます、じゃんけんで、はい、最初はグーじゃんけん、はい、後攻、またタツヤがお題を出すよ。私がお題を出す。はい、なに、私たちお姉なのにそろりそろりってやればいいんだ。もう立派なお姉だったけど今の言い方。狂言そろりそろりゲーム、そろりそろりポンポン車ブレーキ、ドーン、なんで遅い、ルーマって何、でもリンをつけなきゃいけないんだよね、うん、走り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 、まあまあまあ、じゃあ分かったわ。狂言そろりそろりゲーム、そろりそろりポンポン、カレーぐちゃりぐちゃり、人参かじりかじり、バンバン、ぶどうポロリポロリ、パンツはっきりはっきり、何何はっきりパンツって何、お題が難しいね。パンパン、パソコン、カチリカチリ、カメラ、カシャリカシャリ、指原、しゃべりしゃべり、勇気、長い長い、勇気って何だろう、いじりいじり、すごい、すごい感心したのよ。達也、難しいでしょ、りっていうのが難しいね、このゲームね。見て私の格好、何なんだろう今これ。あ、でも最近太ってきたし、なんか太り太りさっきコメントで太ってきたって言われて、太り太りっていいじゃない、落ち込んじゃった、太り太り、自分で言うのも自分で言うのもいいんだけど一回ちょっとグダグダがあるから、そろりそろりかやり直そう、うん、僕ね、あの達也から、じゃあ、もう下ネタ、私たちすぐ下ネタね、いいよ、でも下のものを言って何か何か言う、わかりました、これだからなんて流せないからね、言うてピーよ、せーの、おっぱい、もみりもみり、ちんこ、ぐちゃりぐちゃり、パンパン、正常位、プリプリ、大丈夫か、ラ、しゃぶりしゃぶり、カンカン、ベベぐちょりぐちょり、あ、ぐちゃりだったからね、私、あ、あ、なに、あげり下げり、あげり下げり、あげり下げり、バンバン、バイブバンバン、あてりあてり、下ネタも限界が出てきたね、むずいね。ということで、チャンネル登録、高評価、 YouTube のコメント、そしてツイッターフォローもお願いします。ということで、セカンドスイートの達也とゆきでした。というわけで、ここからはですね、このセクトも縦なんで、うん、縦だからってこともないんですけど、こう言ってね、そうそう、よくあるやつ、あるやつ、なんかいいよね、こういう感じ、うん、これ見てる人気づくかな、達也の靴下左右違う、あ、ほんとだー達也今気づいた、みんな見て、達也の右と左の靴下が違う、もう言わずに気づくか気がつかないかの方がいいんじゃない、うん、コメント欄で靴下違くね、なんだろう、今年入ってぶっちゃけ何回デートした、今年入ってデートは0回、達也も0回募集しております、2人揃って、てかセカンドスリート2人と、ね、男の子1人で3人で全部しゃべる2人でこう1人を奪い合うみたいなね、ゆうきは今の実年齢から5歳だっけ、はい、5歳、プラマイ5、プラマイ5って言ったので、プラマイ5で、まあ、18から30ぐらいまで、どこに行くデートプランは、ただ、そういう、あれ、浅草行ったことないの、僕東京も来て5、6年になるんだけど、浅草行ったことないから、浅草行った、浅草はどんな場所だと思う、なんか煙浴びる場所
まあでもスカイツリーとかもね近いもんね。確かに確かに、うん、なんでこれでさ、なんか遠近法でなんか面白いことできないの。すごい見て、下に行くと顔めっちゃ長く見える。なんかすごい長い。ほらこれとこさ、ほらえ、長い。やばい、これクラキじゃん。でも指折れてない。なんか顔がな、なんかさ、こうやるのってさ、うん、見てなんかすごい長い、マジで。なんですごい、ね、伸びちゃうんかね。ありがとうございました。エンディング終わった後のやつでしょ。なんだろうこれ、はい、エンディング終わった後なんだったんでしょうか。サンキュー